morning, everyone. How are you doing? I'm Kesa from Honolulu. Today is November 23rd, 2023, Thursday. おはようございます。皆さん、クリスタルです。今日もね、朝の、タロットカードの3チョイスっていうんですか、で、今日のあなたの運勢を占っていきたいと思います。もう今の時点で1番2番3番をお選びください。今日多分休日ですよね。祝日っていうのか。なんで、眠気まなこにお布団の中で聞いてくれてても OK です。直感で選んでください。直感で選んでくれた方が、ハイヤーセルフ宇宙とつながって本当にあなたに、必要なメッセージが、あなたの、本来の自分が、メッセージを引き寄せるっていう感じになります。考えないで1、2番、2番、3番今の時点でお選びください。じゃあシャッフルしますね。今ね、今日ちょっとごめんなさい、仕事場からやってるから、ちょっとカメラをなんかこうやる、ホールドするのとかがなくて、立ってやります。はーい。はーい。じゃあちょっとここの横に置きますね。はーい。はい、あ、落ちた。ちょっと待ってね、落ちたからこれ置きます。2枚、3枚。はい、じゃあ1番、2番、3番選んでくれましたね。はい、じゃあ行きますよ。はい、ちゃちゃーん。はーい、1番を選んでくれた方。これ悪くないですよ。ワールドの逆位置なんですけど、あなたはまずすごいできる人だと思います。よかったら、もう一つ前の、今朝ね、もうアップしてるんですけど、星の動きを、よかったら、見てみてください。今日から、いて座が、太陽に入って、新しい、月、11月22日まで動きになっていくと思います、皆さん。でね、すごくね、スタートが早く切られて、みんなよりちょっと、やることはそれぞれ別だとしても、行動力があって、いろいろ先に進んでらっしゃる方だと思います、このカードを引く人は。で、何が言いたいかっていうと、この、今日からまた22日まで、やりたいことを、動いて行動した方がいいんですね。はい。うん、それで、あなた、今の現状に、ラストワンマンスね、すごく動かれたりとかされて、今の現状に満足してませんか？違います。あなたはもっと全然高みを目指せれる人なんで、もっともっと上へ行ってください。今までとそれでも結構来たよっていう感じの人だと思うんですね。このカード引かれる人。でも、これからもっともっと限界をぶち破って、どん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 自分の意識をまず拡大して、それに行動を伴う自分も、自分で体感して、そうすると引き寄せるものがもっともっと変わってくるんですね。だから今までの自分とは違う感じ。そう、そんな感じなので、とどまらないでください。またね、今日新しい伊手座の太陽伊手座期が始まりました。1ヶ月、どんどん、進めてください。もっともっと上に行ってください。とどまらないでくださいという意味です。なんでね、今日ね、お休みかと思うんだけど、何でもいいの。その今、その自分が意識していること、皆さん別々だと思うけど、それを1個、例えば Google で検索するだけでもいいです。何か一歩スタートすることをさらにまた上に上がるようにね、してくださいね。はーい。じゃあ2枚目を選ばれた方。じゃじゃーん。あ、これもいいです。これも逆位置だからいい。皆さんもご存知なんだけど、正位置だとちょっと人を騙そうとしたりずるいこと考えてませんかっていう意味なんですけど、これは逆位置ってことは、反対に、例えば、何かこう、簡単に言えば、何かこう書類とかを、提出するにあたって、何回もやり直すのって大変だったとするじゃないですか。それで自分で見つけるとか、誰かが助けてくれるかもしれないんですけど、これは一例ですよ。何か、ミス、書き間違いとかを見つけるとか見つけてくれて、それで、完璧に仕上がるっていう意味です。とか、あとは、思わぬところから、いい情報が来るとか、助け人が来るとか、そういう意味になります。あとね、あなたの運気を、上げる、一つの頭に今日置いといてもらいたいのが、誰か
すごいわざわざ大変な思いをしてしなくていいです。でもあなたの目の前に例えばコンビニでお金を落としている人がいたら拾ってあげるとか、そういうちょっとのことでいいんですね。明らかに自分の目の前で繰り広げられる自分がサポートしてあげた方がいい、反対にとか助けてあげたい方がいい、そしてできることであればそれはあえてしてあげてください。それは天はあなたに、そういうふうなシチュエーションを渡してあなたの運気をさらに上げるっていうふうに、チャンスをくれてます。なんでそれをありがたく受け入れて、何かねサポートとかヘルプしてあげて、相手にも感謝されて、それが本当に金のわらじのようにどんなことが起きるか分かんないです。大げさなことじゃなくて、このカードが出るときにね、もしも人助けっぽいそういうのが目の前にあったら、それをやることによってすごい変わっていきます。なんでちょっと騙されたと思ってやってみてください。少し打算ぐらいでもいいですよ。結局感謝されるんで、それが自分も、初めは打算でやったつもりが、あ、なんかこんなに笑顔でありがとうなって言われると嬉しいんだなと思って、だからあなたの波動も上がりますっていう意味です。はい、じゃあやってね。はい、3枚目ちゃちゃーん。あー、オッケー、司祭。これはね、もう簡単に言うと、カリスマインフルエンサーっていう、意味があります。で、たくさんもちろん意味があるけど、それが降りてきたんで、それをお伝えしますね。あなたは、何かしら活動されている人はもちろん、インフルエンサーだったり、カリスマ性が、まあみんなあるんですけど、それで、自分の波動も上がるし、オーラも大きくなるし、そうすると引き寄せももっと簡単になります。大きいものも引き寄せれるし、でもって、まあ、そのカリスマ性インフルエンサーによって周りの人にも光が当たって自分もこうなろうとか元気づいたりとか、まあ、いろんな意味でグッドカルマも返ってくるし、自分もやっぱ人のためになってるなと思ったら嬉しいはずです、うん、でもしもねそういうこと何もしてないなと思っても、あなたは今何かしら、例えばね、ほんと簡単なことでいいんです。何かしらあると思います。すごい大それたカリスマっていうと、すごく、特殊とか、氷山の一角の人数とかいうふうに思われているような意識を、ちょっと今までだと持たれがちなような表現力だったじゃないですか。そうじゃなくて、みんながカリスマ性を持ってるんです。それはどの部分にカリスマ性を持っているかっていう時代に、あの風の時代、来年は本番になりますけど、そういう時代に入ってきてます。なので、とにかく、人に見つけてもらえたらラッキーなんだけど、自分でそれを見つけてあげて、そこを可愛がって磨いていくっていうのをしてあげることが、すごく隠された自分たちをそれぞれ自分の個性を売っていく、自立するっていう意味での、すごくね、それをすると、さらに周りの人からもそれを、引き立ててもらえるようになるので、できるだけ最初は自分で見つけるっていうことが実は大切なことなんです、うん、なんでねそれを意識してください、うん、そんな感じですね。よかったら今日、休日なんですけど、ゆっくりされることがあったらちょっとこのカードのメッセージ考えてみたり、それぞれ、みんな拾うことは違うかもしれないんです。置かれてる立場、年齢、今やっていること、みんな違いますけど、どこかにシンクロしてるんで、自分でピンときたなと思うことは、これは私の言葉じゃなくて、あなたのサポーターとか宇宙とかハイヤーセルフが、あなたにそういう風に流れていってるので、あなたのためのメッセージなんで、よかったら、それをちょっと使ってみてください。そしてね、今日忙しくしろっていう意味ではないんですけど、意識してください。何かちょっとスタートしてください。大変な思いするようなことじゃなくていいです。休日なんでゆっくりしてくれていいんですけど、今日から12月の22日まで、太陽気がね、太陽系、ごめんなさい、いて座太陽系です。なんですごく拡大進化します。自分の可能性をどんどん広げて、来年につなげていける、またね、この1ヶ月チャンスが来てます。先月の1ヶ月いろんなことを深く、サソリ座の時期で、掘り下げてすごく集中して、結果が出ます。それを今度発信とか行動にさらに移していく、外に出していくっていう感じになります。はい、以上です。じゃあね、よかったら参考にしてくれれば、クリスタルは嬉しい限りです。 OK, thank you for listening everyone. Have a nice weekend って言いそうになったんだけど、ごめんなさい。 Have a nice day. じゃあね、バイ、ありがとうね。